トップのそういうクラスの会社に行きたいというような場合の高学歴っていうのは東大と京大以外にないです。こんにちは、就活コンサルタントの竹内です。今回はですね、人事が感じる高学歴な大学ってどのくらいなのみたいな話についてお話ししたいと思います。正直ですね、これ会社によって違うんですよ。こういう企業群を受けたい人にとってはこの大学が高学歴みたいな話を今日はしていきたいと思います。ぶっちゃけですね、その話は全部この書籍に載ってます。大学のレベルと企業のランク群みたいな見えない、そういったねルールみたいなのが就活に存在してるんですけども、読んでいただくのが一番わかりやすいんですけど、まあ動画でもねある程度わかりやすく話しますから、ぜひね最後までご覧になってみてください。まずですね、上からいきますね。外資の金融とか外資のコンサルとか、例えば20代で年収が1000万超えるようなトップのそういうクラスの会社に行きたいというような場合の高学歴っていうのは東大と京大以外にないです。一橋、東工大、早稲田、慶応みたいなね、例えば学生さんが俺慶応だからみたいな感じで外資のね金融受けたりされてると思うんですけども、慶応だから余裕っしょみたいな感じで言っても別にそれ普通なんでみたいな話になっちゃいます。そこは結構注意してほしいかなというふうに思います。そこでまあ間違えてですねミスっちゃうケース多いんで、そんなのにしてくださいということです。次はいわゆる東証一部上場の大手有名企業みたいなところですね。トップティアみたいないうふうに呼ばれるような会社群です。例えば、ね、石油業界だったら JXTG とかね、その業界でのトップ群の会社を受けるという場合における高学歴ってどれぐらいなんですかっていう風になってくると、東大京大に加えて一橋、東工大プラス旧帝大ですね、あと総計の政治経済、いわゆるそのブランド系の学部みたいな感じですね。だからまあ東京一高プラス旧帝大と、まあ総計の上位学部みたいな部分がいわゆる大手有名企業とかトップティア企業を受ける時の高学歴と言われるのはゾーンになります。次ですね、次もうちょっと知名度が下げていきましょう。東証一部には上場してるけどそんな有名じゃないよとかね、あるいは東証一部上場とか何しろ大企業で結構人いっぱい取るぜみたいなタイプの会社における高学歴、例えばまあソフトバンクさんとか伊藤園とかね、そこにとっての高学歴はどれぐらいですかって言ったら、マーチとか早慶あたりが入ってくるかなというふうに思います。さらにもうちょっと下げて、さっきの東証一部とかも含めて大手有名企業の子会社を受けるというふうになった場合の高学歴はどの辺ですかというふうになってくると、東京一高旧帝大に加えてマーチとか、あと早慶の全学部みたいなものが高学歴じゃないみたいなふうになってきます。大手のグループ会社を受けるときはそのあたりの学歴なら高学歴だねというふうになると思います。逆にまあこれよりも知名度が下とか会社の規模が小さいみたいな会社になってくると、正直大学生というだけで高学歴みたいな会社も結構あったりしますので、ニットコマ線とかで高学歴だねっていう風な印象には基本的にはなりません。なので高学歴っていう風に言われるのは基本的にマーチ以上の話であって、マーチが高学歴になる会社は、まあ、さっき言ったグループ会社、統計が高学歴っていう風に言われるのはいわゆる大手の有名企業とかいうような感じになってきますから、会社によってまあゾーンが違うよという風になります。なのでこれから就活される人は自分が高学歴という風に評価される大学なのかどうか気になる場合はですね、今回の動画を参考にしてもらえばいいと思います。もしですね、自分が受けている会社が、まあ、どの属性か分からないという話であれば、就職指揮法ないしはリクラミの採用ページを見てください。そこにある採用実績項を見てみると、どのゾーンの学生をたくさん取ってるのか如実に分かると思います。だからまあ主にボリュームとしてね、マーチをいっぱい取ってるなみたいな会社に東京の学生を受けるみたいな話だったら、まあ、相対的に高学歴だねみたいな話になりますから、このあたりの、ね、ゾーンを見て自分の学歴が効くか効かないかっていうのは判断していただくといいんじゃないかなというふうに思います。というわけでですね、学歴社会とかね、まあ日本はすごく言われますけど、実際なんだかんだそれはあるかなというふうに思ってます。もちろん低学歴からね、それを逆転して大手の会社とか有名な会社に入るというのは十分できることではありますけれども、実際どの大学から取るかみたいなのはやっぱ企業によってリクルーターメンターも含めて決めてる部分が多いです。なので学歴はある程度考えながら自分の志望企業を決めていくといいんじゃないかなというふうに思います。今日は一つお知らせがあります。前の動画でもお伝えしてたんですけど、エントリーシートの添削みたいなものをとやろうかなというふうに思ってます。いろんな生徒さんの添削やってますけど、 YouTube でもですね、何名かのエントリーシートを見させていただいて、このエントリーシートだったらこういうふうにしたらいいんじゃないみたいなことをやろうかなというふうに思ってます。なのでぜひね、添削をしてほしいなみたいないう方がいらっしゃれば、コメント欄に書いていただければ添削はさせていただきますので、どしどしね応募してみてください。というわけで、このチャンネルでは週に何本か就職活動の役に立つノウハウを配信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では今日は以上です。ありがとうございました。労働時間が長すぎる、残業代が支払われない、働き方改革が進んでいる昨今ですが、世の中には職場環境があまりにひどいブラック企業が未だに数多く存在します。もしブラック企業に入社してしまうと、あなたの人生はめちゃくちゃにされてしまいます。しかし巷の就職エージェントや就活塾は、企業からマージンを得るためにブラック企業に無垢な学生を斡旋しています。彼らのせいで知らず知らずのうちにブラック企業に入社してしまうケースが後を絶ちません。この悲惨な状況を変えるべく立ち上がったのが、
ホワイト企業入社に特化した完全個別指導型の就活スクール、ホワイトアカデミーです。ホワイトアカデミーは強力なサポーターがあなたの就活をマンツーマンで徹底的に支援します。週1回1時間以上の指導を受けていく中で就職活動に必要な対策が完璧に整います。講師はいつでも親身にあなたの相談に乗りますので、あなたが納得のいく企業から内定を取るまでサポートが続きます。さらにホワイト企業のリストをなんと1万2000社分所有しています。このリストを用いたホワイト企業の分析、ロジカルシンキング力の養成、理想の人生を歩むためのキャリアビジョン設計、これらを通じてあなたは最高のファーストキャリアをスタートさせることができます。宿題や授業をオンラインでこなすことができるシステムもありますので、もしあなたが地方や海外に住んでいたとしても大丈夫です。ホワイトアカデミーのサポートを受ければあなたはホワイト企業から確実に内定を手に入れられます。万が一一社もホワイト企業に内定できなかったときは、授業料を全額返金いたします。業界ナンバーワンを5つ達成したホワイトアカデミーにぜひご相談ください。無料相談はお一人ずつ丁寧に対応させていただくため、毎月20名しかお受け入れできません。少しでも興味があればお早めに無料相談会へお越しください。ファーストキャリアはあなたの一生を大きく左右します。ホワイトな大企業に入社できるのは新卒の時だけですので、ホワイトアカデミーで一緒にホワイト企業の内定を手に入れましょう。